優等列車とは一部の鉄道会社で使用している普通列車に対して速達性や車内設備の優れた列車を総称する言葉である。車局により急行系列車や速達列車とする場合もある。各駅停車の小玉に対して速達列車の光の例。停車駅が少なく設定されている。速達性を確保するため普通列車よりも 停車駅の少ない列車を設定している車局も少なくない。これらの列車を総称する言葉として、速達列車や急行系列車、速達列車などを用いることがある。日本国有鉄道、JR の旅客営業規則において、運賃の他に特に料金を調する列車を、急行列車と定義している。この場合、特別急行列車、準急行列車も含まれる。 現在、乗車に特別料金を要する列車のほとんどが特急列車に集約されつつある。一方で長距離を速達運転する快速列車も増加している。快速列車の車内設備は、かつての急行圏車両よりも上質で、昭和初期から中期の特急用車両と比較しても遜色ない設備を持つ車両が投入されている。私鉄では、近鉄特急。 京成スカイライナー、小田急ロマンスカーのように、特別料金を必要とする長距離速達列車もあり、単に速達列車のことを優等列車として、扱うのが一般的であるが、料金不要列車を優等列車の範疇に含めるか、どうかは、事業者によって相違している。事業者による、総有料快速列車、国鉄、JR では普通列車の一種として運行される。 快速列車も、私鉄では、事業者によっては、優等列車として運行され、一部の私鉄では、速達サービスに対する料金が必要な、快速列車もある。愛の風と山鉄道、IR 石川鉄道が運行している、愛の風ライナーや、過去の事例では、品の鉄道が運行している2015年3月の、ダイヤ改正までの、品のサンライズ号、 品野サンセット号と鹿島臨海鉄道が運行していた快速列車マリンライナーハマナスは運賃の他に乗車整理券を調する。かつて東武鉄道と伊豆箱根鉄道では一部座席指定の快速列車を運行していた。基本的に専用の車両である特急系車両や急行系車両が使用され、いわゆる一般系車両との格差をつけている。昭和20年代までは 客車での運行が基本であった。当時の客車は展望車など一部を除いて、優等列車と普通列車で車両を開けていなかったが、原則として状態の良い車両を選定して運用された。機動車や電車といった動力分散方式の車両が優等列車に進出するようになったのは、動力近代化計画の取り組みが始まった昭和30年代に入ってからであり、 進出初期の車両は80系電車や、キハ10系機動車といった車両が、準急列車で使用されていたが、座席の一部にロングシートがある、トイレや洗面所が一部の車両にしかないなど、元々は普通列車への使用を想定した車両であり、優等列車への本格的な使用を想定していなかった。その後は、優等列車で、 本格的な使用を想定した車両として、特急系車両や急行系車両が登場した。なお、1980年代までは普通車に関しては、特急型は回転クロスシート、急行型はボックスシートと、車内設備に格差をつけていたが、急行系車両は1970年代に製造を打ち切られたため、1970年代後期以降は、 急行列車にも特急用車両が充当される事例が増加した。この他にも急行系車両の絶対数不足や通勤輸送列車への送り込み運用との兼ね合い、ローカル線向けに単行運転可能な急行系車両が製造されなかったことなどから一般系車両が急行列車に充当されたケースもある。こちらは遜色急行と呼ばれる。私鉄では早いうちに 動力分散方式を採用している。有料優等列車には、基本的に専用の車両が使われることがほとんどで、あるが、中には、京急2100系電車や富山地方鉄道の車両の、ように料金不要の種別と、有料優等列車双方に使用される車両もある。他にも、代わり種として、小田急電鉄では、週末には、有料の準特急に使用し、 平日には、料金不要の一般列車に使用する車両として2320軽電車が存在した。料金不要列車には、優等列車用の車両が定められないことも多いが、京阪特急や京急の開得など、専用車両を用いる列車も存在する。また、東急大井町線や東急東横線、阪神本線のように接客設備は、 他の列車と変わらないものの、車両性能や有効調などの都合で、優等列車と普通列車に異なる車両を用いる路線も存在する。また、形成のアクセス特急のように専用の編成を使用する列車もある。日本国有鉄道が料金を記して運行した、準急行列車は、1946年11月より、1968年9月まで、 当初は、急行列車の補助を目的として運行された列車で、ある。詳細は、準急列車戦後の準急列車を参照されたい。なお、それ以前に、鉄道省が1926年9月より1937年12月15日まで、比較的長距離を速達し、乗車に際して別に料金を調する列車に、 準急行と合した列車が存在したが、運行される一部の地域では、快速列車、快速度列車とも呼ばれていたとされ、厳格な列車種別としては確立されていなかったと、される。これについては、準急列車戦前の準急列車、急行列車国鉄、JR における、急行列車も参照されたい。2012年6月30日ダイヤ改正を、 実施します西部鉄道2012年5月21日12月5日、北総線ダイヤ改正北総鉄道2015年10月22日4月21日ダイヤ改正を実施。東部スカイツリーライン、伊勢崎線、日光線、絹川線など、特急列車以外の一般列車、東部鉄道。 2017年2月28日2016年3月26日小田急線ダイヤ改正を実施します小田急電鉄2015年12月18日平成26年のダイヤ変更について近畿日本鉄道交通新聞社京王電鉄の世界 P773 月26日東急線全員線で ダイヤ改正を実施東京急行電鉄2016年2月25日 PHP 研究所梅原厚志雑学3分間ビジュアル使いシリーズ特急列車のすべて P78 ただし近年は運用本数の増加等により専用車である8 0 0 0系の他に新3 0 0 0系や6 0 0 0系などの一般車も併用されている形成 3000K、3 30 5 0 三千一百系、京急新千系、六百型が該当するが、単純に乗り入れできる車両ではなく、車上情報管理装置にご通過防止機能の搭載を行った編成となる。ありがとうございます。